CM アンチ、わざこうジョニー、白い丸丸ジョニー、対するは、チョコボール向かい卒業、あ、違う、チンコボール卒業ファースト、ルカザッパ、スネミロボチームとなっております。先方戦は、ファースト、チョコボール向かい卒業、対するは、白い丸々さんのジョニーですね。今度に定評があります。何が起きているのか。壊れてダメ。ワイドを生きませんか。彼女のゲームです。対するチョコボールさんも、チームの横におられる。ダメージを背負って、そして優勝したチョコボール。ダンスの優勝してるから、相手が悪いか。レベルさん、これ勝てそうだが、もらった。何が出るかな。いいよ、だって刺して、体力少ないけども、最短のボールが続かず、手暮らし激しく徐々に前に出て進化する。いきなり怖いです。残り少ないのが一方選手は白いジョニー。さあ、ここは足場でダウンを奪っていく。さあ、ダウンを奪っていく。ついでにダウンを2つ投げる。ドリファーストに行く。ドリキックを乗せさせたんですけど、この前、ダメージを押し返していくか。ダウンを相手に打てなかったか。体力半分で取って、もう1回。またまた押し込んでいく。カウンターヒット。レベル2のラッシュボールに。ダメージ追い込んで、ファーストスケグラを持ち帰ると、ファースト何もせず終わってしまう。ダメージスケグラですよ。はい、リーチ、スケグラ下がって、これ前にしっかり取っていきました。これかっこいい。さあ、かっこいいコンボが見れた。先方先制したのは白いジョニー。いやけど今チョコボールさんも結構頑張った方だと思うんですけどね。やはりもみあげさんに頼んで。あ、もみあげさんだ。了解、お願いします。さあ、中堅出てくるな。常見るロボね。ロボジョニーはね、ジョニー有利って皆さん言うんですけど、まあ、俺はそんなことはないと思ってます。了解。和田子さんに言ってたから間違いないです。あの、俺のおむすめ挑戦しようとの和田子さんが言うんだから間違いないです。実績がそれとは物語だね。さあ、対して白いジョニーさんは、あの、実績にはどういう意味だったのかなと思うんですけど、それを受けて面白いです。割と効いたミサイルはずだ。何かあったら死んでしまう。
これはうまかったとしか言えない。先方中堅に立てして大将出てくるのはルカサッパー。